トルコリーグ、ガラタサライ2位のゼロベシクタシュ、29日、イスタンブール DF 長友。ユートが所属するガラタサライはホームでベシクタシュを2位の0で下し、首位を守った。長友は左サイドバックでフル出場、前半23分、ペナルティーエリア内に駆け上がり、左サイドからクロスを送って MF フェルナンドの先制点をアシストした。記事全文を読む。